はい、どうも、コンデューパントマイムヨッシーです。今回も検索してはいけないワードをググってみせる実況をしたいと思います。今回は喉めっちゃ痛いです。しかも収録時間、何時だ？もう深夜の23時55分。もう、近所迷惑っていう報道のものですね。まあいいや、やっていきます。では今回はこちら、生きたまま。はい、ひよこが生きたまま知れ、ちょっと待って、ちょっとここが見せられないから、カットな。みんなには見せねえ。ダメだからな。規制される。気分がすっげえ悪くなった。すまぬ。ごめん。じゃあ次行っていきます。カービィ、空を見上げる。どういうことだこれ。見たことない。マジで。星のカービィで出てくるというのは物語。どういうやつだ。氷川ひろかずっていう人か。23の作詞についてまるで遺書のようなクリスタ、なんか後ろで物音が聞こえてる。意味深で切ない言葉を残した。わからないよ。眠いし、テンション低いのですいません。次行きましょう。呪われたサザエさん。やってみます。なんだろう、これ。どれだろう。最終的に画面がぐちゃぐちゃになり、セリフも聞き取れなくなる。どれだろう、これかな。著作権かもしれないんで、ちょっとカットします。結果つまんなかったみたいだ。次だ。死ね。これやってみます。頭がおかしくなりそうだった。これは検索しない方がいいと思う。見ないでね。これはおかしくなるよ、頭が。次、アナゴさん、やってみます。画像ってやればいいと聞いたんだろう。聞いたというか見たんだろう。ダメだこれ。次で最後。カニバリズム。これかな。カリバリズムとは知らない人も多くいるでしょう。じゃあ僕が説明します。このパントマイムの詩が説明します。カニバリズムとは、人間が人間の肉を食べる行動、あるいは、宗教儀礼としてのそのような習慣を言う。
食人欲、人肉グーアントロポファジーともいう。なお、文化人類学における食人欲は、社会的に制度的に認められた習慣や風習を示し、一時的に餓死っていうのかな、餓死状態、対価っていうのかな、緊急避難的な場合、精神異常による食人を含まない。また、生物学用語では、種内捕食、いわゆる共食いを全般を示す。転じて、マーケティング用語で、自社の製品やブランド同士が市場を食い合う状況を示す。簡単に言えば、まあ、これか、同じブランド製品を、営業妨害みたいなものですね。まあ、そんな感じですかね。はい。はい、もう、これで終わりですかね。はぁ、疲れた、喉も痛いし。まあいいや。では、バイでーす。